皆さんお疲れ様です。本日も今週配信ができなくなっちゃったんですよね。だから配信以外のことをね進めよう、配信ができないこの時間にって思っていたのに、すごくなぜか一日があっという間に終わり、ちゃんとやれてるのか、サボってのんびりグダグダゴロゴロしてるわけでは全くないんですけど、やることが多すぎる。でもやることが多すぎると思っても別に自炊してないんですよ。自炊も全くしてないし、なんでこんなに寝すぎなのかなとか、なんか日々毎日なんか反省してしまうんです。よく頑張ったなとか、例えばいっぱい寝れたとするじゃないですか。なんかいっぱい寝れたな、よかったなとかじゃなくて、まあこんなに寝すぎちゃった、あれもやんなくちゃいけないなみたいな、ダメって言ったり思いがち。マジで何にもない動画なんだけど、見てくれてありがとうございます。皆さんもいろいろあると思うけど、本当に私も皆さんのこと応援してるし、もっと皆さんが楽しいとか笑顔になったり共感してくださったり、皆さんを喜ばせられるような動画投稿とかができたらいいなって思うんだけどね。もっと生きること好きになってもらいたいし、あなたのことも好きになってもらいたいし、なんか今ほらめっちゃ炎上してるじゃないですか。ね、炎天下の中で動画撮影して、それを YouTube にアップしてっていう、見たでしょみんな。最初朝にそれ流れてきて、朝か昨日の夜かなんかに、そうなんだ、こんなのがあったんだみたいなのって、最初なんか注意喚起で流してくださってるんだと思ったんですよ。こういうこともあるから気をつけましょうねって。子供の事故ってやっぱ多いじゃないですか。予想もできないようなことをしちゃうから、車で運転してたら後ろの窓首が挟まっちゃってたみたいな事件とか、あとはコンビニで車発進させようとしてバックしたらいつの間にか子供が落ちて引いちゃったとかね、そういうことってやっぱあるじゃないですか。そのニュースが流れるたびにすっごい心が痛くなるんだけど、まあ、車乗らないけど、もう明日は我が身っていう気持ちで、あ、こういうことあるんだ気をつけようとか、そういう事故のニュースとかは怖いけど気をつけようって思うね。まあ、あとは病気とかもね、この間も TikTok で流れてきたのが、なんだっけな、名前ちょっと今どう忘れちゃったけど、急に赤ちゃん亡くなっちゃうやつ。私はさ、配信してるんですけど夜で、あなた寝てから配信してるんだけど、なんかモニターみたいなのがあるのよ、配信のこの横とかに置いてて、だからちょっと気になったりとかしたらすぐにあなたの様子を見れるよう、ね、に毎回こうやって確認できないから、そういうのとかもねちゃんと頻繁にやったりとかしなきゃなとかと思ったりとかするんですけど、まあ、その炎上のやつ、炎天下のやつの子供めっちゃしんどそうだったんですよ。だからまあまあ、他人からしたら、あ、この子供がこの車の中に閉じこもってこんなに苦しそうなんだ、こんなあんな汗かいて泣きながら多分出たいんだけど出方が分かんないんですよね、きっと。そのなんか苦しさがすげえ伝わってきたんです動画で。私も一回ね、自分子供の時にトイレから出れなくなっちゃって同じような経験したことあるんですけど、トイレだったから周りでね頼んですけど、お母さんは大変だったみたいだけど、あの動画を見て、その子供がこんなに苦しくなるんだっていう注意喚起にはなったから、よくあるじゃないですか、置き去りにしちゃって亡くなっちゃうとか。それをリアルで見た感じ。ニュースだとさ、何時間車の中にいちゃって亡くなっちゃいましたとかって、そういうかざっくりでさ、そういう真実だけが伝わるけど、あの動画でこういうふうに死にますよみたいな、こういうふうに亡くなっちゃいますよっていうのがあらわになった感じだったんでね。恐ろしかった。他人の子供だけど。そういう意味では、ああいうふうに炎上するとみんなが怒ったりするってことは、注意喚起がブワーって広まったと思うんだよ。こんなにあなたのお子さんが苦しい顔しますよ。気をつけてくださいね。っていうのね、伝わったと思うんだけど。でも動画撮るのは、
あんま悪いことじゃないと思うんですよ。その例えば病気とかもそうだし、その時の様子だったりお医者さんに見せるとさ分かったりするじゃない。例えば今ちょっとケロッと、ね、お水飲んで元気になったけど、その当時はこんだけ汗が出てこんだけ息が辛そうだったんですよっていう証拠になるじゃん。あ、これはちょっとこんな大変そうだったからちょっともう少しこの薬多めにしましょうとか分かんないけど、そういう対処法がある可能性があるから動画を回すのって私はいいと思ってて、事故もいいらしいよ。なんか事故った瞬間とかも動画を撮ったり録音したりとかパッてすると、なんかそんな事故をね傷ついてるのに動画なんか回すのによって言ってる人もいたんだけど、証拠になる。その時の瞬間の記憶とかだとまた曖昧になったりするから、動画撮ることによっても証明になったり自分の症状のあのね確認だったりできるから、動画を回すこと自体はいいと思うんだけど、みんな誰が好きですか、子供系のYouTuber。 そんな感じでもしね、みんなの好きな YouTuber さんがいたらちょっと教えてください。みたいな感じで本当にあの子供が出たのでしっぽりみんなと寝るというこれだけどね、私お酒飲めないから配信もできないから寂しくて毎日すごくね、配信がね心の支えになってんだよ。私大変だけど、配信って大変だけど心の支え、みんなと誰かがそばにいるって感じがするのよ病んでるそう、でも誰かがねそばにいてくれるってすごいそういう感じがするのだから好きなの。ありがとね、いつも。だから TikTok 来てよ、お願いダウンロードして TikTok。 サブスク入ってお願い、お願い、サブスク入って。お願いよ。頼む。毎日配信してるから。てな感じですよ。皆さん、本当にありがとう。いつも見てくれて。こんなに喋ったら、なんとか一本動画になるかしら。ねえ、私、足痩せた？痩せたいんだけど、足。やっぱり魅力的な人になりたいの。もういいや、もうお話終わろう。こんな話だって全くね、聞かされてる人のみんなだよな。ということで皆様、本日も見てくださってありがとうございました。では今日も頑張ります、明日も頑張ります、みんなと一緒に頑張ります。本当にこれを今見てくれてる人はさ、私の心の支えよ。ずっと見てくれてるだけかもしれないけど、なかなか最初から最後まで動画なんか見ないもん。見る？見ないよ、好きじゃないと。だから私はあなたのことが知りたいのよね、本当に。だから配信できて結果支えてもらってるわけよ、私たち。あ、私、あなたね。だからさ、ありがとうって言いたいから来てよ。あ、でもこれ動画を開けた時に見てもきっと動画はまだ配信できてないから、6月6日以降に来て、そして俺だよって言って。ということで皆様、本日も最後まで見てくれてありがとうございました。よろしかったらグッドボタン、チャンネル登録してくれてるね、ちなみに頼むよ、よろしくお願いします。コメントもお願いします。では今日も大好きです、ありがとうございました。また明日も頑張りましょう。